杉並区清水にある、妙正寺公園と、妙正寺池。この池が、水源になっている。落合水再生センターからの放水路との合流点。東京都新宿区。ここから暗渠化される、東京都新宿区。川口、東京都新宿区。中野区と新宿区の境にある妙正寺川公園。左側の妙正寺川の水位が大雨によって上がった。時。 右側の公園は調整地として利用される。妙正寺川は、東京都を流れる一級河川、荒川水系の支流である、流路延長 9.7km、流域面積21.4平方 km、東京都杉並区の妙正寺公園内妙正寺池に、源を発し、途中中中の九松川か二丁目で江戸田川を合わせ、新宿区下落合一丁目の辰見橋付近で、 神田川高田の馬場,場分水路に合流する。かつては西部新宿線下落合駅の東側で流路を南に変えて今の神田川の滝沢橋落合橋間の地点で神田川と合流していた。だが大雨の度にこの合流地点は川の水が氾濫したため高田の馬場,場分水路の建設に合わせて流路を変更し 辰見橋で神田川高田の馬場分水路に交流する、要流路改築が行われ、現在の形になった。この周辺の地名である、落合とは、この二つの川が、かつて交流していたことからその名がついた。鉄学堂公園付近には、幼正寺川第一、第二調節地がある、1966年の台風6号による、氾濫の後には、三可燃計画で改修。 拡幅工事が始められたが、用地買収の難しさから進捗状況は父としたものとなった。当時、戸川が提示した買収価格は、市価よりも安価であり、土地所有者が応じないことが多く、収容をかけながらの工事となった。2005年には、首都圏を襲った局地的な大雨により、周辺地域で浸水等の被害が発生した。妙正寺川、全幅。 寺川河川劇人災害対策特別緊急事業や神田川、環状7号線地下調節地などの大規模な治水工事が行われた。また上流部の被害を軽減するため、都営詐欺の宮アパートの高層集約化により生まれた用地に詐欺の宮調節地が整備され、2013年に完成。上部に白詐欺せせらぎ公園が整備された。東京都杉並区、中野区、 新宿区、ひやひやの中小河川整備計画は渋み、無秩序なとしかも、一員、朝日新聞昭和42年9月8日、有刊、三班、十一面、菅原健次、川の地図辞典江戸、東京、23区編の塩、2007年、ISBN978 から4から90万2695から04から5かつては、高田の馬場駅下落合駅間に、 第一名障子川橋梁があったが、流路変更により廃止された。ありがとうございます。